にちは、ブルカナリアセガのドーブラです。本日はアレキサンダーというカクテルを作っていきたいと思います。使う材料は、ブランデー 30ml と、ブラウンカカオリキュール 15ml と、生クリーム 15ml を使うカクテルです。アレキサンダーはですね、多分酒とバラの日々という映画があるんですけど、それに出てくるカクテルで有名なカクテルですね。どんなお話かご存知ですか？存じないですね。なんか確かこうお酒を飲めない主人公の奥さんがこうアレキサンダー、そのお酒を飲める旦那さんからアレキサンダーを勧められるんです、最初に。でなんかこうアル中になっていく話だった気がする。強いんですか、アレキサンダー、はい、アレキサンダーのそのなんか口当たりが良すぎてお酒の美味しさにハマっていくみたいな話だった気がします。もうそうならないようにね、気をつけながらアレキサンダーを今日も作っていきたいと思います。アレキサンダーです。アレキサンダーです。はい、大丈夫と思います。確かに口当たりはいいです。わかります。しっかりブランデーあります。そうなんですよね。クリーム系カクテルにしてはあんまそんな甘すぎない感じのカクテルですよね。ちなみにこうレシピがもう一個あって、糖量20ミリずつで作るレシピとかもあるんですよ。あんま強くない人にはそっちの方がおすすめです。そんなのあるんですね。来ますね。来ます。結構流れてるな。アルチューンのやつですか？いや、アルチューンならないです。なんて名前でしたっけ？アレキサンドーズ。違います。そのなんか違うんですよ。全然関係ないです。アレキサンドーズ。アレキサンドーズは歌手ですね。歌手ですね。なんて歌手ですか？有名なんだ。渡りる。ああ、タイムシン。わ、かけてます。あ、出ちゃった。うまい。すごい。あ、ごめんごめんごめん、今だったね。今ですよ、今なんですよ。かけてますっていうことで、かけてますで、ああ、はいはい。なんで押さないですか？ああ、はいはいはい、ピッて押せばよかった、ね、タイミング大事ですから、ね、失っちゃったわ、今。でもちなみに、そのなんかイギリス王室のエドワード、何世か忘れたんですけど、はい、多分7ぐらいだった気がするんですけど、ぐらいの人が、その奥さんのアレクサンドラさんだかなんだかって人に向けて作ったカクテル。あ、そうなんですか？最初、知らずアレクサンドラって名前だったんですけど、いつの間にかアレキサンドラになりました。わかりました。ありがとうございます。